さらば優しき日々よ、もう戻れない、もう帰れない、太陽の光たらぐら、こんにちは、兄です。ソフビオサメでございます。スーパーソフィタイム、はい、2017年ももうすぐでおしまいでございます。1年間早いですね。で、2017年の間ね、たくさんのソフビを購入したんですけども、これが最後のソフビになります。何を購入したかというと、じゃんと、マジックミイラ GO でございます。アイモドさんからね、発売されたソフビなんですけども、これがね、すごくいいんですよ。じゃーんと、はい、いかがでしょうか。ミイラなのかな。なんかね、この辺にね、鉄みたいなこうね、輪っかがついていて、若干こう改造されたような感じにも見えなくもないんですけども、いかがでしょうか。一周ぐるっと見ていきましょう。うん、手が長くていいですね。で、なんていうのかな、塗装がね、すごい独特な風合いで、なんかこう均一じゃないっていうか、筆塗りらしいんですよね。で、このツヤの出方とかも、この辺嫌にね、こう厚くこうトップコートなのかな、なんかこう塗られていて、ね、ぬらぬらした感じになってたりとか、この辺のね、ムラっ気がすごく面白いんですよね。あと手の部分が僕すごい好きで、このね、ピンクと水色、このメルヘンっぽいカラーなんだけども、なんかどことなく不気味な感じに見えたりとか、あとね、この目周りとかね、首の部分とか、うん、すごく面白いですよね。あとね、パーツの分かれ方も独特で、首の部分で分かれていて、肩の部分、まあこの辺は一般的なんですけども、肘の部分でね、ここでもこう動いて、そして手首の部分もこんな感じでね、動かすことができます。大体手はね、これ一つのパーツで作るんですけども、ここの部分ね、パーツ分けが細かくできていると。で、あと腰の部分でこういう風にね、動きます。で、まあここね、パーツ細かく分けてるのには理由があって、アイモドさんから発売されてるソフビね、他にも あるっていうか、もうすごい有名どころはこちらなんですよね。はい、ちゃんと安尾のお友達っていうもう名前がすごいですよね。安尾のお友達っていうこのシリーズがあって、この人がですね、手がこうパコッと取れるんですよ。で、このね、ミイラ君もね、パコッと取れるんですよ、こんな感じで。で、こうはめれるんですよ、こんな感じに。で、このミイラの手もお友達にね、キュッと入るんですよ。こういったところでね、互換性があってすごくいいんですよね。で、このね、肘の部分でもパコッと簡単に外れるみたいな、この着脱がね、すごく楽にできるっていうか、よいしょ、これがね、すごく面白いところで、で、いろんなね、アイテムがあるので、まあ、それをこうね、つけていくっていう、そういう感じの遊びができるんですよね。よっと。うん。まあ、ドライヤー使えばもっとね、簡単にできると思うんですけども、寒い時はね、ちょっと注意が必要ですね。はい。で、今回のね、ロットはちょっと肩のね、ここが弱いっていうことなので、少し緩いやつとかもあったんですけど、この子もね、ちょっと緩いんだけど、まあ、我慢できる範囲かなっていうところで、うん。まあ、先にね、アナウンスされてたので、そこら辺は全然気にならないですね。いや、いいですね。で、お友達シリーズはね、結構いろいろあって、まあこのミイラとは、この子がね、この子がいいんじゃないかなみたいな、こうちょうどね、やっと敵が現れたみたいな、そんな感じで、このね、並びがたまらないんじゃないかなみたいな。あとね、合わせてね、いろいろ武器も購入してきて、盾とかね、あとこのヘルメットとかも購入してきました。このヘルメット、よっと、こんな感じになっていて、よいしょ、お友達の頭ね、こうパカッとで、これがすごい面白いですよね。こうまたね、よっと、ちょっと硬いかな、あ、頭取れちゃった、よっと、あ、温めた方がいいかな、ちょっときついかな、よいしょ、あ、入った入った入った、こんな感じでね、頭付け替えができたりとかで、よっと、ね、これとまたちょっと雰囲気が変わるじゃないですか。こういう遊びができるわけですよ。
このいろんなね組み替え遊びができるっていうのがこのねお友達シリーズの特徴ですよね。よいしょ。はい、あの素材自体がちょっとね柔らかめのソフビでできているので、すごくね付け替えも楽ちんだし、ちょっと温めるだけでね随分楽にできるんですよね。あとねこれこれこの武器セット、これも購入してきました。5個セットで1500円だったかな。こんな感じでね付け替えの手がいっぱい入っていて、すごい面白そうでしょ。でこんなねチラシが入ってるんですね。武器セット、愛を科学する愛モドの執念が生んだ安そうのお友達、その武器セットでこんな感じでね、君の作戦で、強敵を撃て、強敵の上にリア充って書いてありますね。武器は、相棒だ、パートナーだ、お友達グリップ、安そうハンド、大人のおつまみ、オニードル、ポインター、おめかしサーベルっていうことでね、各こういろんな武器にね説明がわーっと書いてあります。すごいねいろんな色で展開されていて、でねその中からね5色適当に選んできたんですけども、全種類揃えるとなるとなんだかんだ言って20個30個買わないといけないのかなっていう感じで、まあねおいおいいろいろ変えたらなみたいな、そんな感じで、 あとねスイカの頭も買ったんだよね。これも買ってきました。これはね頭ジャストで合うのかな、よいしょ。なんかねスイカの頭っていうと志村けんの大丈夫だとかでね、あのスイカの頭が追っかけてくるって、あこれはちょっとぴったりな感じじゃないのかな、まあ、でもまあ乗っけて遊んだりとかできるからこういう感じでね、あの大丈夫だってスイカが追っかけてくるコントとかありましたよね。あの全然オチもなく怖いだけで終わっちゃう話とかだったりもするんだけど、全然なんかミイラの話になってないね。まあとにかく相棒さんのねこのソフビがめちゃくちゃ面白いんですよ僕には。うん、でこのまあ敵役っていうかねモンスター的なシリーズがこのあとどんどん続いてほしくてね、いろんなモンスターが現れたらねこのお友達の世界観もすごい広がって楽しくなりそうですよね。うん、まあこんな感じでね僕はちょっと普段ねこうお店に出回るっていうか量販店とかに出るようなものじゃないソフビとかをね紹介してるんですけども、2018年もねいろんなこうね、ソフビを紹介していけたらなと思っております。ね、去年もたくさんの方がねいっぱい動画を見てくださってすごく充実した1年でした。2018年もね頑張ってやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。もしねこういうのをやってほしいなとか、こういう部分をもっとね重点的にとかっていうのがあればコメント欄とかでね教えていただけると、それを参考にしてねまたちょっと来年頑張っていきますので皆さんよろしくお願いします。2017年ね本当にありがとうございました。それではまた来年会いましょう。バイバイ。ウルトラマン。